ある七面草を育てる会を訪問します。会は1994年3月に設立、ラムサール条約登録湿地の東岡干潟において絶滅危惧種である七面草の保護活動や環境保全のための海岸清掃活動に取り組んでいます。2010年2月会の活動が第13回佐賀市景観賞において特別表彰を受賞、また2016年度には県政功労者知事表彰を受賞しました。2018年10月七面草の大規模な立ち枯れが発生、佐賀市や民間団体らと一体となって再生活動に取り組み、2020年に七面草を復活させました。やっぱりラムサールのあれができてから、はい、少しここの入場者も増えてですね、年間24、5万が30万ぐらい。七面草は良かったですよね、あれがね。枯れた時はどうなるだろうかと思ったんですけど、7割ぐらいは復活したような感じですけど。こんにちは。じゃあ頑張りましょう、今日はまた、はい、ペットボトル発見。お、無理だこれ。これやっぱさ、ガタだからさ、大変だね、これ。去年ぐらいからだんだんと見られるようになってきたね。日が差す。あら、そっか、こうなっとるんだ。いや、本当大事にせんばいかんですよね、このね、環境はね。平成18年、海づくり大会がここであったとき、あの時が一番綺麗だったんです。これも原因究明に至っとらんの？結局いろんな角度からやってもなかなかですね、漁協県国全部上げて、上げてね、災害が根こそぎこう家から全部流れてきますので。あ、そういうことかもね。いろいろあるかもしれない、ね、これ一年草ですので。そっか、ね、木みたいにこう何年か経ってる。だから毎回毎回なんよね。統計ができないもんですよね。そういうことか。明らかに気候が変わってしまってね、まあ、非常にあの皆さんも苦労していて、立ち枯れてですね、七面草がなかなか育たなくなった時に、みんなで種を植えたりいろんなことをすることによって、今徐々に七面草が秋になると美しい赤い絨毯を見られるようになって、本当にあの感謝をしています。それからもう最近はあのいろんなあのゴミがですね、海岸に上がった時にみんなで一緒になって清掃したりとか、まあ、そういった活動もしていただいて、まあ、大変ありがたい存在なので、これからも一緒に盛り上げていきたいと思います。佐賀最高、七面草最高、東岡最高。